皆さんこんにちは、おしゃれ着物が着たい久美子です。はい、またまたインスタの方でこの2月にお着物のピンクコーデを募集しますので、今回はこのマゼンダピンクに3つの帯を合わせてコーデを組んでいきたいと思います。はい、このようにイメージを決めて、まず1つ目に黒い帯で吉田羊さんのまねっこのコーデで、モダンなアンティークコーデみたいな感じでやっていこうかなと思います。そして真ん中のボルドーカラーのアンティーク帯で普通のアンティークコーデをしていこうかなと思います。そして一番右のちょっとツヤのあるというか箔使いかなと思うんですけど、こちらの帯で上品な感じのコーデを組んでみたいなと思って、こちらの帯を選んできました。ではこちらでコーディネートを考えていきたいと思います。まずは黒い帯の方からですね。吉田羊さんはこういう濃いめのね、ボルドーっぽいようなピンクというか、そういう感じのお着物に白っぽい半襟と黒い帯と、あとね、黒いベレー帽みたいなのかぶって、黒いブーツと黒い手袋をね、されてたんですね。なので、そういうイメージで、ブーツと手袋を持ってきました。で、吉田羊さんがお召しになられてた着物は、八掛がブルーだったんですね。かっこいいですよね。でも、この着物の八掛はブルーではないので、帯締めにちょっと青っぽい色が入っているのを選んできました。そして、小物で黒いバッグも選んできました。こういう感じで、コーデをしていこうと思います。はい、次は箔使いの帯のコーデなんですけど、きれいめにしたかったので、草履は椿庵さんのゴシックレース草履を使っていこうと思います。半襟も椿庵さんでシェードレースですね。で、帯揚げちょっと悩んだんですけど、あんまり突拍子もない色なのはどうかなと思って、レースの帯揚げを合わせてみました。上品でいいかなと思って、ただこれ組んでて思ってたんですけど、こういう紬のお着物にこんな感じのね、ちょっと箔があるような帯って合わせて大丈夫ですかね。もしかしたら格的にダメなんじゃないかなって迷いが出てきちゃったんですよね。なので、もう一つの候補としてこの櫛柄のね、帯を選んできてみました。ちょっとキラッとはしてるんですけど、前面に履くとかよりはまだ紬に合うのかなっていう気がするんですけど、どうですかね。とりあえずはこの帯でコーデを組んでいこうと思います。最初にビーズの帯締めを持ってきたんですけれども、帯留めがあった方がいいかなと思って、キミトさんのこのね、落ち着きのある七宝焼きの帯留めを持ってきました。これ以上ね、色を足すのもどうかなと思ったので、淡いピンクの三分紐を持ってきました。こんな感じで組んではみたんですけれども、帯にちょっと自信がないので、上品系のコーデは一度ね、皆さんにご意見を伺ってから着てみたいなと思います。この箔使いの帯でもいいよっていう方と、ちょっとそれだと格が合わなそうだから、こっちの櫛柄の方がいいんじゃないっていう方とアンケートを取りますので、よかったらコミュニティの方でこっちがいいんじゃないっていう方に投票してください。はい、それではアンティーク帯コーデですね。お気に入りのアンティークの帯でコーデをしていきたいと思います。半襟に選んできたのは、ちょっと全体をね、辛口に引き締めたいかなと思って、シアーロー半襟を選んできました。ちょっと民芸調な感じがこれで薄まるかなって期待しています。はい。で、帯締めは、ビーズの丸くけですね。帯揚げは、今シアーローを乗せてみたんですけど、ちょっとどうかなっていう感じだったので、ここは、シェードレースの帯揚げを合わせていきたいと思います。半襟も黒っぽいので、足元も黒の草履で締めていきたいと思います。はい、そ
それでは今回はアンティークコーデを着ていくところをご覧いただきながら、2月に開催する、ピンクコーデの募集についてお話をしていきたいと思います。はい、2月はですね、実は、私の誕生日もあるというのとバレンタインもあるというので、独断と偏見でピンクコーデを募集します。去年もピンクのコーデを募集したので、新しい着物がない、違うコーデを考えなきゃって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、そこはね、全然去年と同じコーデでも全く問題はないです。なかなかね、ただでさえ大人になるとピンクってほんと着れないじゃないですか。お洋服でね、ピンクなんていうのもね、本当に着れないじゃないですか。ここぞという時にね、ピンクの着物でね、皆さん華やかに楽しくピンク色のね、色に包まれて気持ちがウキッとするような感じをね、味わっていただけたらいいなと思っていますので、コーデがねどうとかね、去年のを参考にコーデを組んでいただいてもいいですし、全く新しいコーデでもいいですし、皆さんが考えるピンクコーデで全然構わないので、ピンクっぽくなくても何かピンクのものをね映えさせるようなコーデでもいいと思うので、そこはもう皆さんの価値観とかそういうもので全然判断してねいただいていいので、自由にコーデを決めて投稿していただけたらいいかなと思っています。女性はなんかね、風水の話になっちゃうんですけど、ピンク色に包まれてると幸せになれるらしいんですよ。でね、たまにピンク色のねオーラを持っている女性はね幸せになれるっていう聞くんですけど、そのピンクのオーラがなくてもピンク色を身につけているだけでオーラの補完になるそうなのでね、ぜひピンクをね身につけてほしいなと思います。このチャンネルをご覧になっている方は9割方女性なんですけれども、もし男性でもピンクコーデやりたいっていう方がいらっしゃいましたら、それはもうどんどんぜひぜひ投稿してくださって構いませんので、男性のピンクコーデもお待ちしております。で、今回のね、皆様に使っていただくハッシュタグなんですけれども、今回はおしゃくみカラフルピンク、おしゃくみカラフルピンクでいきたいと思っていますので、ちょっとスペル長めなんですけれども、皆さん間違えないようにタグをねつけていただけるといいなと思います。インスタの方で募集しますので、どうぞよろしくお願いします。結構ね、この色を決めてのコーデの募集が好評で、皆さんたくさんコーデを考えてねあげてくださったりしてくださるので、本当に毎回とても楽しみです。ピンクって結構やっぱりハードル高いかなと思うんですけれども、皆様の思うピンクの投稿をお待ちしております。はい、それではですね、ここでもう一つ大事なお知らせをしようかなと思います。今年も訪問着の会を開催しようと思っているんですけれども、今年の日程は着物サローネの前日にしようと思っています。まだ、着物サローネの日、日程が決まっていないようなので、いつとはちょっと決められないんですけれども、着物サローネの前日にしようと思っています。というのも、遠方からねいらっしゃる方がね、泊まりがけて来てくださる方とかもいらっしゃるんですね。で、せっかくだったらね、結構着物サローネって東京でのね大きな着物イベントの一つじゃないですか。で、訪問着の会でわざわざ新幹線とかに乗ってね東京までいらっしゃるので、それだったらついでにね、着物サローにも行けたら一石二鳥とか三鳥ぐらいじゃないですか。なので、今年の訪問着の会は着物サローネの前日にしようと思っています。なので金曜日ですね。で、今年はフランス料理にしようかなと思っています。今回の場所も、東京駅から徒歩で行けるところにする予定なので、新幹線利用の方も東京駅で待ち合わせという感じで、去年の訪問着の会と同じような感じになるかなと思います。
去年の訪問着の会の反省として、アフタヌーンティーがね結構甘すぎて、やっぱ私たちも結構な大人なので全部食べきれないんですよね。本当にもったいないことをしたっていう、お腹いっぱいになるし甘いしで、全部ね食べきるのがなかなか厳しかったので、今年はランチにしようかなと思ってます。予算も1万円前後で同じぐらいかなと思ってますので、ご希望の方は、できればね LINE の方でご連絡いただくと、どなたがいらっしゃるか簡単にね把握しやすいので、連絡も行き届きやすいので、できましたら LINE の方で、参加表明をしていただけるといいなと思いますので、よろしくお願いします。 LINE のアカウントについては概要欄の方に記載しておきますので、そちらを参考にしてください。はい、それではアンティークコーデの方はそろそろ着終わる感じですね。こんな感じです。最近お太鼓の下線はもうゴム紐で仮紐をね入れてそのままにしちゃう感じが主流になってしまいました。もうだってわかんないですもんね、全然ゴム紐が入ってる感じわかんないですよね。はい、ではこの後は吉田羊さん風コーデをご覧ください。はい、では今から吉田羊さん風にコーデを仕上げていきます。こちらの着ている様子はショート動画でアップする予定なので、よろしければチャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。はい、黒いブーツと黒い手袋ですね。で、ちょっと寂しげな感じだったので焦げ茶色のファーを足してみました。このファーは以前にショート動画でもお知らせしたんですが、アルマーニとマルニのファーをくださった方の荷物の中に入っていたファーです。これにパックはね手持ちにしてみました。こんな感じです。ファー結構良くないですか？この間お友達におすすめされて、私の幸せな結婚の映画を見たんですけれども、その中でちょっと意地悪な妹がいるじゃないですかその意地悪な妹さんがすごくファーをつけていて、すごくねそれが可愛かったんですよね。なのでちょっとそれも取り入れてみました。吉田羊さん風コーデです。はい、では今回は2種類のコーデを着てみました、普通のアンティークコーデとちょっとモダンなアンティークコーデのつもりです。いかがですか？でもう一つのね上品コーデの方は帯どちらがいいかも悩んでるので、皆様のアンケートで皆様のご意見をお聞かせいただければ嬉しいです。今回も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは毎週日曜日夜9時から着物に関する動画をプレミア公開で公開しています。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。